ロイとご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、今回はですね、はい、神奈川県横浜市にやってきてるんですけども、はい、今回、はい、六角屋さん、そう、戸塚店に行ってみようということでやってきました。はい、マコはこの戸塚店、うん、もう3回目ということで、今回3回目です。自分は初めてなんですけども、実はね、六角屋さん、東白楽にあった、はい、あそこはもう本当に20回以上行ってるんですよ。それを前々から聞いてるからね、自分は逆にそちらには行ったことなかったから、ということでね、はい、まあある意味、よく食べた家系ラーメン、そうだね、なんですけども、ねむしいただから六角屋っていう味はもうめっちゃ久しぶりってことでしょ。そう、5年とか、あ、そうかそうか、それぐらい経ってると思います。なるほど、ちょっとその感想も楽しみです、自分も。はい、ということで、それでは行ってきます、はい、ゴー。ラーメン六角屋、行ってみましょう。行きましょう。Thank you.
はい、食べてきました。いただきました。ごちそうさまでした。食べた感じ、うん、パッと思い出しましたね。だってさ、店入る前からあの匂い、うん、ああでもこんな感じだったって言ってたもんね、うん、豚骨臭がとにかくすごくて、それあのあっちの東白楽の方はね、はいはいはい、で結構本当にいつもにぎわってて外に並んだりもしてたんですけど、うん、もうこの店内に入ったらね、滑れるんじゃないかなっていうぐらいツルツルの床で普通の靴でも、うん、だからそういう記憶があるんですよ。なるほどね、うん、でいつもその時は、はい、今みたいに味濃いめとかじゃなくて結構デフォルトで食べること多かったですね。そ、あそっかそっかそっか、うん、まあうまいラーメンだなと思いながら、うん、だからすごい最初の頃食べたのもいつの話かな。だからその時も、うん、実を言って家系ラーメンって名前知らなかったですから、ね、そうやって言ってたもんね前もね、うん、昔はそういうなんか呼び名も今みたいなのはなかったでしょ。なんか聞いたことなかった、うん、で それで食べてた記憶があって、はい、やっぱりその時の味なんとなく思い出してましたね。なんか若干何かが違うような気がするんですけど、うん、なんか自分はね、うん、もちろんその東博楽さんっていうのそっちは食べたことないから、うん、もうこの戸塚の店だけなんですけど、はい、3回目で、うん、自分1回目2回目はね結構ねマイルドで、うん、豚骨感がもう匂いだけじゃなくてその何、うん、味が豚骨感が強いって印象あったんですけど、はいはい、自分の3回の中では今日が一番豚骨感薄く、うん、で意外とあの返しの塩だれのような、うん、しょっぱさをね一番今までで感じました。あってことはそれどっちの方が良かったってこと。ね自分の中では六角形さんの勝手なイメージね、うん、の中では六角形さんっぽくないって勝手に思ってしまった今日の味が。なるほどね、うん、だから重さがなんか、なんだろう、重さ豚骨の良さは今回は前の方が良かったからと思いました。あの全体的にマイルドなね、うん、家系ですよね。そう、うん、全体的な麺はね、うん、本当に固めでうまかったですね。麺固めだったね、うん、確かに麺固めでね、うん、うまかったですよ本当に、うん、いずれにしてもね、うん、まとまりの良い、そうだね、うん、家系ラーメンかなと思いましたね。油の量もね結構あの油多めでやったんですけども、油臭くないというか油濃くないというかね思った、うん、本当にね油確かに層は見えるんだけど、あの油の層が見た目には見えるんだけど、あんまくどさとか油を揃ってるのは感じなかったね。スープと鶏油のこの混ざった時の一体感がね、うん、なんかすごいこう独特なものを感じたっていうか、はいはい、うまかったですね、うん、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。